2007年に当社は LED ヘッドランプを世界で初めて量産化いたしました。トヨタさんのレクサス LS に搭載したんですけれども、その時まあは LED を5個作って、ロービームを構成しました。その後2年おきに進化しまして、次の世代では LED3 個を搭載してロービームを構成して、その後2年後に LED2 灯でLED のヘッドランプを構成しました。で今回第4世代ということで、先週発売されたレクサス IS、 それは LED1 灯でロービームを構成しまして、さらに LED もう1灯でハイビームを構成しております。それで LED を灯数を減らすことによって、LED ヘッドランプの値段が、かなり下がってきまして、HID とほぼ同等かそれ以下になったものですから、今ではムーブカスタムという軽自動車にも LED ヘッドランプが採用されてございます。将来はですね、さらに LED 一灯でハイビームとロービームを同じユニットで構成できるような方向に向かって今開発してまして、それによりましてさらに低コスト化を図るとともに、デザインの自由度を、小型化を図ってデザインの自由度を上げて、さらに幅広い安い車にも搭載できるように開発を進めてございます。2007年に世界初で出した時には LED 一つの明るさが400ルーメン、ルーメンというのは光の明るさを表す単位なんですけども、400ルーメンだったんですけれども、IS 第4世代1灯で、1灯の場合は1400ルーメン、1つの玉で1400ルーメン出すことに成功しまして、それとあとは光学系の効率を変える、効率アップを図ったことで、LED 一灯でロービーム、ハイビームを構成することが可能になっています。ですね、消費電力は当初世界初の5灯の時は100ワット、1台あたりで100ワット必要だったんですけれども、一灯式のやつは44ワット、1台あたり44ワット必要ということで、3分の1まではいかないんですけども、ほぼ3分の1になってまいります。ちなみにハロゲンランプは1台あたり110ワット、ディッシャージヘッドランプは90ワットですので、そのディッシャージよりも半分以下ということで、特に EV 車であるだとかハイブリッド車、バッテリーの負荷がかなりランプってきついものですから、そういう意味でEV 車、ハイブリッド車では LED がかなり効果があると考えています。